俺の区間は AWM。 はい、どうもスコアレです。最近ですね、ボットベアっていうのがですね、まあ使われるようになりました。まあですね、外部ツールを使って、まあ、大量に、複製アカウントを、複アカウントを大量に作って、でそれで、そのアカウントをですね、動かさずに、まあ動かしたりとか、多少まあ動かしたりとかもすると思うんですけど、そういうのをですね、使って人数を増やして、まあそのボットが使っているプレイヤーを増やして、それでまあ練習ができる部屋っていうのがですね、使われてます。それをですね、それに対して、使っているプレイヤー側、入っているプレイヤーは果たして、規約違反になるのか、バンされてしまうのかというお話をですね、今回させて、いただきたいと思います。まずですね、ボット部屋、開いている側ですね、開いている側のプレイヤーは間違いなくですね、間違いなくバンス、これはもう間違いないです。揺るぎないですね。基本的に、まあ、荒野行動もそうですし、どんなアプリゲームもですね、まあまあどんなアプリもそうなんですけど、まあ、基本的に別のアプリでアシストして、使うこと、プレイすることっていうのは、規約違反に当たります。これが規約違反でないものっちゅうやつの方がですね、まあ珍しいんじゃないかなという、規約違反でない方がまあ珍しいので、ルームを作っている側はまあ間違いなく規約違反です。これでバンされてもまあ文句は言えません。ただまあボット部屋作ってる人は大抵ね、まあメインアカウントじゃなくてサブアカウントとかステアカウントで作ってるんで、まあバンされたところで全然痛みはないみたいな感じのスタイルには、していると思いますので、まあ、さほど影響はないかなと思います。で次にですね、ボット部屋に入っている側のプレイヤー、これに対して規約違反だろお前みたいな、バンされるぞみたいな感じで、まあ、通報されてる方っていうのが、まあ、結構いらっしゃるんですけど、はっきりとした話していいですか、バンされるわけねえだろって俺思うんですよね。だってね、そのボット部屋に入っている人たちに関しては別にその外部ツールで、ね、特別その例えばねボット部屋作ったりとかプレイアシストをしているわけではないので、まあ、当然ながら規約違反になる部分がないんですよね。これよくお前バンされるぞみたいな不正やぞっちゅう言ってる人は何に対して言ってるのか、どの規約の部分に対して、抵触するのかっちゅうのを説明してほしいなっていうふうに思うんですよ。なんか自分の感覚で言ってない。ね、自分の感覚で、そのね、お前ツールアシストしとるんだろみたいな、バンダみたいな感じで言わしてると思うんですけど、でも、その入ってる人たちに関してはツールアシストしてないからね、そのツールアシストの補助、まあ、犯罪補助みたいな感じで、規約違反の補助をしてるんじゃないかみたいな感じで言う人もおるんですけど、それがダメだなんて、規約ないからね、補助がダメだなんて規約はないんで、ないからですね、まあ当然ながらまあバンはされんすよね。する理由がないんで、バンを、基本的にそのプレイでその運営者がすごいね不利益を被る、そのプレイでまあプレイヤーが正常なプレイができなくなる、そういう行為に対してまあ、運営側はバンを施すんですけど、そのボット部屋に入った人に関してはもう運営にも迷惑かけてないし、別にねプレイヤーに迷惑かけてるわけでもないから、まあ、当然ながら、まあ、バンはされないんですよ。なんかそのたまにねツイッターとかでさらされて戦々恐々とですね、されている方ですね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、それでバンされた方いらっしゃいます。なんか抵触する規約あります？ないんで、まあ、安心して、ボット部屋入られてください。まあ、僕は入りませんけどね。名声が傷つくんで。で、その、ボット部屋を開いている人に関しても、まあ、バンはされづらいかなと思います。まあ、先ほどですね、運営者にとって不利益か、プレイヤーにとって不利益じゃないと、まあ、バンはされませんよって話したと思うんですけど、まあ、どちらにも被ってないですからね、ボット部屋。どっちに対しても不利益ではないんで、まあ、当然ながら、まあ、バンはされません。まあ、ただ、まあ、運営側の不利益の点においては、一つですね、まあ、もしかしたらあるかもな、っていうのがありまして、まあ、その、ツールによってですね、アカウントを、まあ、大量に
まあ、作るのか、それとも、アカウントがいますよっていう手にするのか知りませんけど、それを使って、まあ、一度に、ね、大量のキャラクターを動かすことになりますから、その運営側のサーバーに対しての負荷がですね、結構ですね、まあ、おそらくでかくなると思うんですよ。それに対して、まあ、何かしら思って、まあ、バンを施す場合っていうのは、まあ、十分考えられますので、ルームを作っているプレイヤーに関しては、まあちょっとね、五分五分かなみたいな、まあバンされても仕方ないのかなという感じはしますし、まあバンする理由も、まあ、なくはないのかなっていう感じはありますので、まあ作ることに関してはちょっとグレーかなと、黒寄りのグレーかなというふうに思います。ただ入ることに関しては全くグレーじゃないんで、うん、どこにグレー要素があるのか、もう逆にですね、僕がその教えてほしいレベルですよ。わかんないですもん、どの規約に抵触してるのみたいな、うん、そんな風に思いますね。まあですね、そのボット部屋、これをですね、入っている人に対して、すごい通報とか晒しとかして、こいつバンやぞみたいな、不正行為しようぞみたいな感じでですね、晒しとる人おると思うんですけどね、まあ、通報してるのか知らんのかわからんですけど、ねえ、なんて言うんだろう、単にその人のさ、ね、立ち位置を落としてめたいだけだろみたいな、単に誰かをバンしたいだけだろみたいな、そういうね、なんかガヤみたいなことをですね、したいだけのやつが、そうやって現状は騒いでるだけなのかなっていう風な気しかしないんですよ。なんか気持ち悪いなみたいな、なんか近所のなんかね、よくわからんなんかね、おばさんが何もしてないのに、そのこっちを通報してきて、あることないことは、まあないことないことなんですけど、そういうことをね言ってからなんか通報してくるみたいな、そういうなんかイチャモンつけてくるね、おばさんと、まあ、やっとること変わらんのっすよね。なんかしょうもないというか、野獣馬精神というかね、もう精神神経歪んでるというか、そういうやつがおるよなみたいな、おるよなみたいな、そういうなんか陰湿な姿を自分で晒したいのかなみたいな感じで思うんすよね。ボットブエぐらいじゃ絶対ね、バンされねえから本当に、バンされる理由ねえし、お前どうせ騒ぎたいだけだろみたいな、そうやってな、あいつボットビア入ってるわ、あいつボットビアみたいな感じで騒ぎたいだけなんですよ。所詮その程度なんかなみたいな感じでは思うんですよね。騒ぎたいだけの人ってたまにいますよね。なんか晒し上げてね、さも自分が上を取ったような気になれるらしくて、結構ねそんな感じのことされる方いらっしゃるんですけど、まあね、上取れねえから、それじゃあ、君のね性格の悪さをこの全世界に晒してしまってるだけだから、安心して、安心してね、性格の悪さを晒してください。まあ配信でもですね、よくおるんすよ。とりあえず配信者が配信しよったら、まあ煽っとこうみたいな感じの人ですね、結構おるんですけど、大丈夫、君の性格の悪さを晒してしまってるだけだから、僕にとって何の不利益もないですよ。結構ね、荒らしたいは僕うまい方で、まあこれで、ね、うちの配信そこそこ見られてる方だったら、知っとると思うんですけど、まあ自分荒らしたいはうまいですよ。自分で言うのもあれですけど、まあうまいと思います。もうこのね、荒野界、まあ、荒野行動である程度伸びている実況者、配信者の中でもですね、もう1、2位を争うぐらいですね、ピカイチのうまさやと思いますよ。まあ他の実況者はなんかブロックしたりとかして対応すると思いますけど、僕はもう二度と荒らしたくないと思うところまで持っていきますからね。まあたっぷりね、荒らしたいよ僕がすることあるんですよ。最近もモデレーターに任せてるんですけど、まあモデレーターもね、うちのモデレーターも結構荒らしたいをするの好きですから、荒らしをおもちゃにするの大好きなんで、まあそんなにね、僕が手を下すことっていうのは、まあ、減ってはきたんですけど、まあでもね、僕の姿を見て、僕のその荒らし対応をする様を見てね、うちのモデレーターも育ってるんで、まあ僕はですね、自分で言うのも本当にあれですけど、まあうまいっすよ本当に荒らし対応、本当にもうこれだけはね、もう自信ありますもん。自信持って俺がナンバーワンの荒らし対応実況者、配信者だと僕胸張って言えますもん。そのレベルで僕はですね、自信あります。まあ、そもそもですね、なんで僕がですね、その荒らし対応に対してめちゃくちゃ自信があるのかと言いますとですね、まあもともと自分ですね、まあ前からずっと話してると思うんですけど、
まあオンラインゲーム、ネットゲーですね、MMO、とある MMORPG ですね、やってたんですよ。結構ですね、大規模の MMORPG、オンラインゲーム、ネットゲーで、まあ結構相当人がおったんですよね、かつては。そこで僕、まあだいぶですね、第一線で活動しとったんですけど、自分ですね、転売しちゃったんですよ。ヤフオクとかで、そのゲーム内のアイテムを売って、まあその、小銭を稼ぐみたいなことをしとったんですけど、基本的にそういうのって、まあ、ゲームの中で規約違反ですし、そのゲームにおいてその通貨がですねインフレしてしまう、最たる原因になってしまいますんで、まあバカクソ叩かれるんですよね、転売しってお前転売するから丸々の値段が上がったじゃないかみたいな感じで言われたりとか、まあ何やかんやのですねことを言われるんですよね、意味嫌われて。そこでですね、まあ僕あのその自分がいたサーバーで最も有名な転売者だったんですよ、間違いなくですねめちゃくちゃ有名な転売師で、もう何度2チャンネルとかね、まあ、今はもう5チャンネルですけど、当時2チャンネルですね、2チャンネルとかですね、したらばにですねもう晒されたことがもう分かりませんもんね。自分当時そのブログをやっていて、ブログでそのアイテム売ったりとかですね、そういうこともですねちょろっとしとったんですよ。あとブログものもですね結構そのゲームカゴテリのランキングでは結構ですね上位の方を取っていて、だいぶですねいろいろ活動してはいたんですけど、やっぱりね、やっぱそこまで有名になると、まあバカクソ叩かれたっすよね。もうお前もう特定するぞみたいな、家特定するぞみたいな感じで言われたこともありましたし、当然ヤフオクなんで、まあ住所なりですね本名を出すんですけど、そこをですねさらされたりとかですね、あと自分がそのスカイプでですね普通にゲームの友達と喋っとったら、そこにいきなりですよ知らん人が入ってきてなんかすげえ煽られるとか、もういろんなことされたっすもんね、いろんなこと、もうそういうことされてるんで、もう本当にね、特殊な、ね、普通ではしないような、もちろん普通のやり方でもですね、煽られてはおったんですけど、もうそれでは引かないんで、普通ではもうなんか考えられないような煽り方とかされましたもんね。今ではもう本当、犯罪なんですけど、殺害予告されたりとか、もういっぱいされましたけど、もうそういうことをやり慣れてるんで、まあメンタル強いと思いますよ、僕。メンタル強いと思いますし、荒らした用も、まあうまいと思います。まあそういう経験があってですね、まあ今にしろですね、僕の配信の嵐対応のうまさにまあ繋がってるんじゃないかなっていうのはありますね。まあ基本的にですね、嵐対応っていうのはですね、まあ、簡単で、基本的に相手を踊らせる、相手を踊らせて自分の戦うステージに相手を持ってくる、これが大事なんですよ。この流れ。相手をすごい踊らせるんですよね。相手がその、ね、右往左往させて、ね、俺の周りを走り回ってる。全力で走り回ってる。その状態。それを、まず、作らせて、そこから僕の戦うステージに持ってきて、一気にね、やっとっちめるっていう、やり方が、まあ僕のですね、嵐対応の、まあ、最も得意とするやり方ではあるんですよ。まあまずですね、僕からはあんま動かないんですよ。僕からはあんま動かずに、向こうから行ってくるじゃないですか。向こうから行ってきたことに対して、僕は反応しません。まず反応しないです。反応せずに、ちょっと流しとくんですよ。流しておいて、まあ、ちょくちょくですね、相手が、ね、なんか、いろいろ言ってくると思うんですけど、全部無視です。全部無視した後、3分後とか5分後ぐらいに、そういえば〇〇ってやつおったけど、まだやっとるんかなみたいな感じで言うんですよ。そしたら、はぁみたいな感じで、相手が思って、また煽ってくるんですよ。で、また煽ってきたやつを、また無視するんですよね。また無視して、で、また5分後ぐらいに、あいつ、もう黙ったのみたいな、あいつ、根性なさすぎみたいな感じで言うんですよ。それで、走り回らせてあげく、最後、相手が言った言葉に対して、してもう全部リズムで、おいお前なあ、さっきからやっとるみたいやけどなあ、まるまるしょうもねえぞみたいな、相手の荒らし方もそうですけど、相手の人格を全て否定するような煽り方をして荒らし対応をしてますね。まあ基本ですね、荒らしに対しては無視、あとリズムですね、無視した後のリズム、これがですね大事です。基本的にそういうねですね、口論の場においてはそういうね抑揚が大事なんですよ、抑揚が。抑揚をつけることで、相手をひれませて、一気にね、勝利をつかみ取ることが
できますんで、これが基本的に大事ですね。もうずっとね、わー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 言っとる人は、まあ、雑魚です、うん。これ間違いなく雑魚ですね。うん、わー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 言っとる人ほど、僕は正直ね、すごい上を取りやすいというふうに、まあ、そういう印象がありますんで、やっぱりね、うん、そういう手段を使う人は弱いなと思います。やっぱね、結構来ます。うちの配信とか、動画のコメント欄、嵐とかアンチとか来ますけど、基本的にずっとわー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 叫んどるだけなんで、あ、弱いなと思いながらですね、うん、普段からお見させていただいております。もうわー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 ね、言って、手数を増やすってことは逆に言うと、弱点も増やしてることになるんですよ。自分でね、自分自身の弱点を、作っていることになりますんで、そういうね、弱点を自分で作っていく手段っていうのは、基本的に弱いんで、まあ、ポケモンでもそうでしょ、うん。弱点の多いポケモンは雑魚でしょ。それと同じで、やっぱ弱点の多いやり方、弱点の多い手段っていうのは、基本的に弱いっす。まあなんで、まあ簡単かなみたいな。配信者側から見た嵐対応っていうのは、攻められる側なんで、すごいね、立ち回りやすいかなと思います。で、僕がですね、逆に苦手とする煽り。この煽りが来たら、僕は即時撤退するっていう煽りが2つあります。まず1つ目は、もう俺よりもはるかに、ネーミング、なんかね、ネームバリューがある配信者だったりとか、有名人の方が煽りに来た時、そういう場合は僕、即引きます。うん。間違いなく即引きます。基本的に、数の勝負ではもう負けるんで、どんなにいいやり方を使っても、数の勝負には勝てないです。うん。そのやり方がどんなに間違っていても、どんなに効率の悪いものでも、僕数の勝負を仕掛けられて、僕が圧倒的な数量差でいるのであれば、うん。圧倒的な数量差で不利を取られているのであれば、もう僕はもう引きます。うん。戦うもうメリットがないです。もうすぐ引いて、僕は何もしなくなります。うん。それが一番の、対策法なんで、基本的にそのすごいネームバリューのある方とは僕戦えません。うん、戦ったところで勝ちもないですし、まあ、勝っても痛み分けみたいな、うん、勝っても全くメリットもない。デメリットとリスクだけ、そこにあるのはデメリットとリスクだけっていう状態になるんで、まあそういう方とはまず僕戦えません。で、もう一つですね、まあ物量差の話をしましたけど、まあ、最初の方から相手が多い場合、うん、5人とか6人とか来ている場合も僕はまともには戦えません。まあ状況にもよるかな、相手のね、その煽っているね、レベルの程度にもよるんですけど、まあね、相手がそこそこ上手い人でなんかね、そこそこな立ち回りされとったら僕は引きます。うん、もしもまあ立ち回り的にも微妙だったら、まあブロックして終わるとか、そんな感じにすると思います。まあ僕の苦手というか、もう明らかに勝てないなっていう風に認識して、もう相手をしなくなるのはその二つの煽り方ですかね。もう、どっちもね、戦ってもメリットなかったら、ならなかったら、ね、意味ないんで、うん、メリットない戦いは僕基本的にしないので、うん、まあそういう時は戦えませんね。もう。素直にもう謝るか、もう反応しないか、そんな感じになると思います。まあ今後ね、そういう煽り方をしてね、僕のことを煽ってくる人、まあ、増えてくるかもしれませんけど、その時はその時で、また別の手段を僕、講じて煽りますんで、まあ、そこら辺で対策していこうかなと思います。まあ、ただ、大手実況者が僕のところに来たら、まあ、僕はもう、平謝りです、ね。うん、そこで戦っても、何のメリットもないんで、僕はもう平謝りしますかね。うん、まあ、その二つぐらいですかね、僕が明確に戦わないっていう風に。その2つぐらいです。あとはまあ状況によるかな、まあ、他でもあるかもしれないけど、基本的にはその2つですね。基本的にですね、11の技量差で僕が負けることはないんで、うん、上取られることはもう間違いなくないんで、まあそこら辺はですね、まあいいかなと思います。まあね、11の技量差とかそういう話しましたけど、でも相手のネームバリューがあっても僕戦わないんで、うん、ネームバリューがある時点で僕はもう物量差を取られてるから、もう勝てないんですよね。まあ、戦争でもそうじゃないですか。やっぱり、物量差がある時点で、どんなにその、数の少ない側がうまい手段を使っても、勝てないでしょ。昔で言うとね、その、第二次世界大戦で、ドイツがね、ものすごい科学力を持ってましたと。その状態でもやっぱり、物量差を、バーンってぶつけられると、負けるんですよね。うん。負けちゃうんで、やっぱりね、難しいなと
というふうにはですね、まあ僕は思いますね。まあそうやって歴史が語ってますんで、歴史が語ってくれてる分ですね、やっぱりそういう基準もありますから、まあすごいですね、わかりやすいですよね。数の差があると人間は勝てないんだよっていう、もう普遍的なですね、もうわかりやすい例えがそうやってそこにあってくれてますんで、やっぱり頭いい人はね、歴史から学びますから、まあ自分で頭いいとか言っちゃいましたけど、まあ大事ですね、歴史を見て学ぶ、大事、本当に。まあさっきのですね、あのゲームの普遍の話にも戻りますけど、まあそっちに関してもですね、歴史に学ぶ、今までのそのゲームのですね、その、他のゲームでもいいんですけど、対応の仕方から学んでいくっていうのは大事だと思います。今回みたいな、不正ツール、不正ツールを使っているプレイヤーのルームに入るみたいな、入っているプレイヤーにはその何の悪意もない場合っていうのは、他のゲームにおいてでも、まあ、ね、アカウントが消されたりすることっていうのはないですもんね、あんまり。特に運営側に不利益がない場合ね、ないんですよ。例えばその人たちがね、それが明らかに不正であると自覚できるようなプレイをしたのであれば、まあもちろん間違いなく消されるんですけど、今回に限っちゃですね、もう絶対にそうだと言い切ることができるわけではないですし、そういう場合の時は基本的に、まあ、バンされないですもんね。バンして、ね、運営側も企業側もですね、メリットがあるかって言われたら、もう売り上げも下がりますし、もうないですから、もうないかなというふうに思います。そういうですね、同じような例は僕見たことはないので、現状はちょっと起こりづらいかなということは思いますね。まあ今までですね、ありましたオンラインゲームの話とか、そういうのに関してはまあ僕話できますんで、まあ、もしもこういうのが聞きたいっていうのがありましたら、コメント欄に書いていただけると、それで僕動画を一本作りますので、まあ皆さんよろしくお願いいたします。まあそういう対応だったりとか、こういう場合、こういう煽られ方をしたらどうしたらいいですかとか、そういうのでも全然いいです。基本的に僕ネタが欲しいんで、皆さんからそのネタをですね、いただきたいなと、そういうネタを作っていきたいなというふうに思ってますので、もしも何か案だったりとか、ね、すごい、もう個人的に気になるんですけど、みたいなことでもいいんで、ありましたらですね、聞かれてください。質問コーナーじゃないですけど、まあそんな感じで、聞きたいことありましたらよろしくお願いします。まあ間違いなく僕はですね、普通のゲームプレイヤーが歩まない道をですね、歩んできてきたですね、人間ですので、もうどっちかって言うと、もうなんちゅうか、運営側と、プレイヤー側の間ぐらいで僕生きてきた人間なんで、そういう人しか知らないような、知り得ないような情報っていうのを、僕まあ、いろいろ持ってますから、ね、まあ、どれを出していいかちょっとわかんないですし、そういうのをですね、小出しにするような機会がですね、まあ欲しいなと思っておりましたので、まあよかったらよろしくお願いします。まあ昔ですね、カードゲームの全国大会予選とかにも関わらせていただいたことがあったんですけども、やっぱね、ゲームの裏側ですね、知ると面白いですよ。ゲームの裏側。知ると面白いですし、同時にゲームを楽しめなくなると、純粋に楽しめなくなるというリスクもありますんで、まあおすすめはしません。そんな感じでした。あ、そういえば自分はツイッターもしてるんですけど、ツイッターでもですね、いろいろ募集してます。ゲームの、動画の案だったりとか、まあ聞きたいことだったりとか、質問コーナーの内容ですね、募集しておりますので、まあよろしければそちらの方でも、絡んでいただけると幸いでございます。まあ、意外とこのスコアラー、いろんな人と関わりたがりなので、よろしくお願いします。それでは。